星が点に映るレンズってすごく少ないんです。でノクトニコールは素晴らしくね点像に強いレンズなんですね。そういったレンズっていうのは、レンズ全体の周差もすごく少ないので開放からシャープです。例えばねファインダーで覗いてて拡大するじゃないですか。でその拡大したところも猛烈にシャープに見えてくるから、まるでね望遠鏡でね見たように生々しいディテールが風景の中でも浮かび上がってくるんですね。そして 0.95 という明るさがあるからボケも生かしてシャープな映像を撮ることができます。ボケとねシャープさを生かした新しい風景写真が撮れる、それがこのノクトニコールなんじゃないかと思います。